リードの7回ウィックは無視満塁のピンチを招いた。ここで三浦監督が審判からボールを受け取り、そのままマウンドへ向かうと、ウィックは両手を広げて、ノー、ホワイのポーズ、言葉も発して拒否の姿勢を示したが、三浦監督は鬼の軽装で首を振って一括した後、ウィックの腰を押してマウンドから強制的に降板させた。ウィッグはこの回から投板し 連続支球の後に安打を許した。交代やむなしの場面で、三浦監督が珍しく見せた怒りの表情。中継の解説を務めた牧原博美氏も、ウィックは、いい態度じゃないですよね、と語っていた。三浦監督は25日のヤクルト戦でも勝利の権利まであとアウト一つだった慶を交代。現在4位で上位進出へ負けられない立場で、勝利への執念をにじませた。 試合はリードを守ったまま7回を乗り切ると。